だからよ、協力しろって言ってんだよ、俺はよ。おこら、早いとこ入って言えや。極東連合のクソ野郎ども、一気にひねりつぶしまいてんだよ、俺らよ。東韓競争連合キューピー初代総長浅見幸三、知る人ぞ知る浅見三兄弟の末弟長兄哲也が引退後、東韓で大暴れしていたところを如月にスカウトされ競争連合入り。その狂乱ぶりは兄哲也をもしのぎ、喧嘩だけなら如月にも劣らないと噂されている競争連合屈指の武闘派だ。田代君よ、極東連合ってのが俺の兄貴倒したんだろ。俺はいっつも兄貴と比べられて頭きてんだよ。俺の方が兄貴なんかより強いってことを極東連合潰して証明してやっからよ。さすがこうちゃんだ。俺も絶対こうちゃんの方が上だと思うぜ。この犬がさっさと俺の作戦に協力すればあっという間にあいつら潰せるはずなんだよ。おい犬、早く返事せんかい。こら犬、犬以外の何でもねえだろうが、早く返事しねえとお前の弟どうなっても知らねえぞ。それだけは勘弁してくれ。ああ、してくれ、してください、田代様だろうが。勘弁してください、田代様。なんなりとお申し付けください、ご主人様。もう追加しろボケ。なんだよ、この犬っころの弟がどうしたって。それがよ、ヒューガさんの高級車にヘッポコバイクでぶつかったらしくってよ、家族ともども法外な請求されて大変なことになってんよ。それを俺様がなんとか収めてやったってわけよ。おい犬、いつでも俺は手引いたっていいんだぞ。こら、早く何なりとお申し付けください、ご主人様って言ってみろよ、カス。何なりとお申し付けください、ご主人様。いやーと言ったか、犬っころが。ユーガさんが相手じゃどうしようもねえよな。そんじゃ俺様の素晴らしい作戦聞かせてやっから、俺の言う通りに動くんだぞ。いいな。でもやっぱり仲間を裏切るなんて。うっせえ、犬はワンってだけ言ってりゃいいんだよ、オラ。田代君よ、こいつ使えるんかよ。めちゃくちゃシャバそうだぜ。それがよ、喧嘩もそこそこ強いし、極連の連中にも信頼されてっから、こいつを裏切らせるってだけでも奴ら相当ダメージでかいわけよ。さらに元仲間に殴られてみろよ、泣くんじゃねえか、あいつら熱血バカだから。ひでえよ、あんた。当たり前だろうが、俺はそういう男なんだよ。お前もかわいそうにな、ちょっとだけ同情してやるよ。いらねえよ、んなもん。お？逆らうわけ？弟が？家族が？いえ。愉快愉快。
おい。ああ、はあ、おHead Radio, the rock of Liberty City for 60 years. I'm DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop rock and pop. It's Head Radio. よし。よし。約束の時間ですけど、誰も来ないっすね。俺とお前の二人だけってのはどういうことだ。妙だ。確かにおかしいっすね。ちょっと連絡入れてみます。何？まんまと分断されたわけだな。あの犬っ子も少しは使えるようだ。てめえ何者だ。同感競争連合キューピー総長浅見浩三だ。キューピーの浅見、マジかよ。加納さん、こいつは半端じゃねえぞ。東韓競争連合のキューピーよか、俺の中では浅見三兄弟の方がよっぽどインパクトあるぜ。浅見三兄弟ですか。おいおい、俺のことはどうでもいいんだよ。自分らと仲間の心配でもしろよ、カズども。仲間？どういうことだ。お前らがここにいて、他の連中はどこにいると思う？当然、どっかでお前らみたいに囲まれてるわな。なるほど。極東連合にデマ情報を流して、意図的に俺らを分散させたんですよ。戦力が分散したところ、大勢で囲んで一気に潰すって寸法か。汚ねえ野郎どもだ。汚い？でもお前らを罠にはめたのは、俺ら競争連合の人間じゃねえぞ。どういうことだ、浅見。なんだっけ？国島高校の、あ、そうだ、木村だ。木村がお前らを売ったんだよ。他の連中もそうだ、あの犬っころに売られたんだよ。大した連合さんですね、お前らは。木村君が。そんなこと。
ま、諦めろ。今日でお前らおしまいだよ。ま、この俺に勝てればお前らだけは生き残れるかもしれねえ。つっても 99.999% ないだろうけどよ。狂犬、この野郎は半端じゃねえ。見ればわかるだろうが、こいつの強さは桁違いだ。加納さん、この状況じゃもうどうしようもないっすよ。とにかく目の前の敵を片っ端からやっちまうしか俺らが生きる道はないっす。だな。土下座しようが泣こうが命乞いしようが何しようが見逃しゃしねえからよ。お前らには選択肢はねえ。ここで死ぬ以外にな。加納さん、絶対勝って他の仲間を助けに行きましょう。おう。なんでこの俺が我ごときに 99.999% 俺らが負けるって言ったよな。俺ら極東連合はたとえ 0.001% の可能性でも絶対に諦めねえ。クソが、普通じゃねえ。お前ら狂犬、お前すごかったぜ。あの浅見に全く負けてなかった。加納さんだってすごかったっすよ。さすが効率感の番長っすよ。よし、みんな探しに行くぞ。狂犬、どうす。あ、はい、あ、みんな、みんな無事だったんですね。きつかったぜ。ザコどもが50人はいやがったからな。こっちもすごかったぜ。100人はいたよな。な、しんのすけ。そりゃもう、でもひろしさん半端なく強かったっすよ。さすがうちの副番っす。100人ぐらいで英雄気取れたスケールが小さいな、てめえらは。俺様んとこには200人はきつだぞ。余裕で帰るうちにしてやったけどな。またまた、ほんとっすか。なに、俺様が嘘つくわけねえだろ。まいた。あんたたちもなんとか勝ったみたいでね。当たり前だろ、レイナ。俺ら極東連合があの程度の連中に負けるわけがないだろ。ああ、安尾先輩ったら強がっちゃって。みんなに会う前はめちゃくちゃ心配してたじゃないですか。ねえ、レイナさん。さすがの安尾も、瞳にはかなわないね。ん？あの、木村くんのこと、あれ？皆さん、
すんませんでした。俺、みんなのこと騙してました。なあ、安尾、許してやってくれないか。こいつ、田代の野郎に弱み握られてたみたいなんだ。だから、今回は勘弁してやってくれ。マジかよ。木村。あ、はい。どんな弱みを握られていたか知らんが、俺はこいつらの命を預かってる身だ。今回許しようがね。はい、覚悟はできてません。煮るなり焼くなり好きなようにしてください。木村、いい度胸だ。俺はお前を誰よりも買っていた。この裏切られた俺の気持ちがわかるか。答えろ木村、答えろ。やめとけ加納。お前が俺らに対してできること、それはもう一度俺らの信用を取り戻す以外にね。わかるな木村。安尾さん、何も制裁なしですか。俺の判断に文句があるのか、カノ。いえ、しかし。みんな、もしこいつを袋にしてほっぽり出したら、闘官競争連合の連中と何ら変わらない、ただのクズ集団だよ。安尾はどんな失敗をしようが、仲間である以上、最後まで面倒を見るってことさ。仲間？俺らを売ったやつですよ。この涙、これが仲間って証拠さ。みんなよく聞け。俺らを売った木村はこの俺の拳で死んだ。ここにいるのは生まれ変わった木村武史だ。よろしくな。はい、極東連合内部から生まれた最大のピンチは、極東連合の結束をより一層高める結果となった。作戦が裏目に出た闘官競争連合が相当なダメージを受けたのは言うまでもない。極東連合対闘官競争連合の最終決戦はいよいよ秒読み段階に入ったのだった。よし。
うん、ありがとう。ちっ、ん？もう、うん、うん、あ、ああ、え、あ、うん、あ、ありがとう。の、ん、あ、そうね、うん、え、ふふ、ああ、え、うん、うん、うん、の、おお、うん、うん、ごめんね、うん、うん、の、うん、うん、よし、ハハハ、ありがとも、え、もう、まあまあ、は、ん、もう、まあまあ。